あ一番上から見ていきましょう。まずはイロハスです。あれは扱い雑。続いてじゃがりこです。英語は英単語と関係がある。何があった、どこで何が。さあアカシアサンマ見ていきましょう。世界で訪れるべき100の最高の場所。名所と化してしまいました。さあ明治美味しい牛乳行ってみましょう。彼女はカティと呼ばれています。マジか、明治美味しい牛乳実は女性だったんですね。しかもカティという本名があったということで。うまい棒行ってみましょう。最高のカエル句点。なんかおまけで句点ついてきましたけど、まあ世界のどこかではねカエルと呼ばれているんでしょう。うまい棒。紅白歌合戦、アイマラはチェルベイカ。あーまあ日本独自のものですからね、このイベント自体。アイミョンもうこれ人の名前ですから変わらないと思います。ピーコット最高です。え、そんな歌出してましたっけ、アイミョン。クリームシチュー、エマは最高です。もう全部最高やん。白い恋人、エマは最高です。どんだけ最高なんだよ、エマ。Google 手抜くな。さあ、金曜ロードショー行ってみましょう。最高のカエル。もう一回使ったやん、それ。Google 頼むよ。オフィシャルヒゲダンディズム。ヒゲはすごいです。まあ、確かにヒゲって書いてあるけどさ、別にヒゲ生やしてるわけじゃないから、彼ら。うん、山口組、アイマラとジェチュタドンキスを連れてこう。まあ明日の新聞の一面が楽しみです。原神、最初のものはとても綺麗でした。あ、大丈夫です、今のでもね全然綺麗ですからね。米津玄師最高です。それってあなたの感想ですよね。困った時に最高って言っとけばいいだろみたいな、その流れやばいよ。ボボボボボボボ、 D ドットはボックスです。あー、ちょっと見てる人にはもしかしたら分かる暗喩とかかもしれないですね。世界の果てまで 1.9 チェックしていただきありがとうございます。それ、イッテQスタッフが視聴者に向けて言う言葉だからね。どこからそれ出てきたんだ。芸能人格付けチェック。映す価値なし。ユニチャームマスク超快適。バスカタセオ、アイマラ語とアイマラ語の面白い引用。あー、これ世界共通のコロナ禍という中でやっぱりマスク訳せないって、ちょっとこれは。カルビーポテトチップスコンソメパンチ。最高のカエル。わかったって。どんだけ押してくるんだよ。ルンバ、エマ最高です。わかったよ、もう。お前の世界にはエヴァとカエルしかいないのか。サンドウィッチマン、見てくれてありがとう。代弁するな。まあ確かにね、好きでよく見てますけど。荒野行動、彼女はカティと呼ばれています。いや、それお前明治美味しい牛乳のことだろ。かぶっちゃってるよ。いや、かぶるのはさすがにダメでしょ。松本人志、彼女はカティと呼ぶ。おい。お前堂々と手抜くな。ドラゴンクエスト、英語は英単語と関係がある。いやー、日本の名作をねそんな英語とかでごまかされて、せめてね日本語は日本語と関係があるってんならまだギリ許せたかなっていう。スーパーマリオ、嘘でしょ、え、世界共通じゃないの、スーパーマリオ。大乱闘スマッシュブラザーズ、 3.3.1.1 が必要です。うん。どういうこと。あ、アップデが入ったんじゃないですか。あ、アップデのね、なるほど、通知を Google 翻訳経由でわざわざ教えに来てくれたと。そこまでして教えてくれなくてもって感じはしますけど、さすが任天堂、コアラの街。龍が如く。やばい。どういうこと、どっから出てきた。まだね、一個下のザ世界仰天ニュースだったら、ザの後にそれがあるからわかるんだけど、ちょっとこれは、いや、今んところ一番面白いかもしんない。ザ・世界仰天ニュース。彼はナドゥルの言葉に腹を立てた。またね、番組内で言ってそうな言葉ですけども。ユリアン・レトリバー。ゼドムンが呼び出されます。かっこいい。なんか、召喚の儀式か何かか。なんか宗教味を感じますけど、どっかの宗教味の強い国のなんか神様か 何かでしょうかね。さっぱりですけど。クー、キャレン・チャオインは存在しますか。いや、聞くな。知るか。チャオイン誰やねん、中国人か誰かか。なんか Google 先生人探し中ですかね。出川哲郎の充電させてもらえませんか。ダウンロード、これは大したことです。おお、すごい。なんか、え、なんか意味通じてない、ちょっとすごい。初めて一番的をギリ得てるかもしれない。ファミチキ、彼女はカティと呼ばれてません。もういい加減にしてください。素人詐欺師でもそんな嘘はつきません。ダース、ダースはあなたの天才です。おお、すごい、天才です、本当に。天才ですよ、Google さん。ダース残した上に、しかも、褒めの言葉まで付け加えてくるという。何、ダースから、なんか金もらってますか。新婚さんいらっしゃい、有用なアグネア。チョコパイ、有用なアグネア。あ、新婚さんいらっしゃいって、チョコパイって意味だったんですね、あれ。
俺が今まで食ってたのって新婚さんいらっしゃいだったのか。じゃあどん兵衛ピーコット最高ですなんかそれまだ使ってませんよみたいに、うん、言うのやめてください。ちゃんと覚えてるんで、これ一回使ったでしょどっかで本当使い回しのプロだな。なっちゃん、木材を洗浄する場所はタイヤモルと呼ばれていますものすごく丁寧に説明されてて申し訳ないんですけど、1ミリもなっちゃん関係ないっていうね。ああ、花セレブ、エマは最高です。あー、まあ花セレブは確かに最高ですけど、エマは知らん。バイオ、あなたの知識、おお、まあ、一応ノートパソコンですから、バイオね、なんかすごくセンスのある人が考えたキャッチコピーみたいで、あ、自分は好きですねこれ。うん、まあ、ただ翻訳ってことで、うん、精度で言ったら0点ですわバカウケ、彼はクロアチア人でした。マジか。パピコ、ホテルゴロロ食品関係からサービス業に変わっちゃいましたご飯ですよ、彼は天使です。いや、まあ確かに日本人の食卓の味方ですけど、ダースの褒め方どこ行ったマツコの知らない世界、彼女はカティと、ビオレ、木材を洗浄する場所はタイヤモルと呼ばれています。あ、なっちゃんと被っちゃったね。なっちゃんとビオレ被るのは良くないかな。なっちゃんちょうだいって言ってビオレ渡されたら大変なことになっちゃうよ病院送りにされてね。ピノ、クラックは大きな言葉です。あー、これね、間に1文字ずつ入ってたら最高だったかもしれない。ピノの間にアが入ってピアノで、クラックの間にシが入ってクラシックってんだったら、ピアノ、クラシックは大きな言葉ですって感じで、これすごくかっこよくね。うん、まあ翻訳としては0点ですけど。ファブリーズ、ピョテール韓国語、ピョステール韓国語。あ、ファブリーズって韓国製だったの。ファンタ、色の色、あー、まあ確かに色濃いもんね。うん、フリスク、アムサックで十分ですおー、なるほどね。フリスク派とアムサック派がいるってこと今初めて知りましたけど。ブラックサンダー、ガラムチェルニーへようこそ。おお、なんか実在する地名っぽく出てきましたけど、まあ、自分なんかガラムチェルニーの常連だったみたいですね皆さんはどうでしょうか。ブラビア、アムサックで十分です。おー、アムサックお前何者。え、フリスクの代わりも果たせてブラビアの代わりも果たせるって一体どんな商品プッチンプリン、例えば公の場でまああんまり公の場でプッチンプリン食べないですけどね、結構家で食べたりしますけど私は。プリッツ、タ・アイマラとジェチュタ・ディンキシーソーがいい例です。まあ私はあまりプリッツ食べないですけどね、まあ人気のお菓子なのでね、タ・アイマラとジェチュタ・ディンキシーソーみたいな未来をたどらないように頑張っていただければと思います。はい、ベビースターラーメン、エマは最高ですいや、もうここまでしつこく言われるとね、逆に気になってくるよね。ヤクネバなのかハリポタなのか。コカ・コーラ、彼らはそれをギャンブルと呼んでいます。へえ、じゃあ例えばレストランとかで Hey Gamble Please って言ったらコカ・コーラ出てくるってことですよね。え、これ今度検証してみましょうまあ確かにね、人前で飲むときにこうゲップが出るか出ないみたいな賭けみたいなところありますからね。まあ自分はゲップコントロールできますけど、できない人も世の中にはねいるかもしれないですからね、そういう意味ではね、うん、マイナス196度チューハイ、マイナス196度のピーススティック、お、すごい、数字と摂氏はね、温度の単位は生き残れるんですね。マリオカート、彼はクロアチア人でした知らない人もいらっしゃると思うので一応言っておくと、マリオってイタリア系アメリカ人なんですよね。で、イタリアってクロアチアの隣にあるんですよねでめちゃくちゃ近いんですよね、海を挟んでるんですけど、狙って外したとしか思えないそういう印象ですね。はい、ということで以上になりますが、いかがでしたでしょうかね。もう単語なんていうのはこのように5万とあるものですから、これもやってほしい、あれもやってほしかったっていう声はねあると思います。需要があればコメント欄で書き込んでいただければ第2弾、全然やっていきたいと思いますのでね、まあ、今回ね、もう私個人的にベスト10一番面白かったのは、というよりも一番面白かったのが思いつかないぐらいね、エマとカエルとカティのね出番争いみたいな様子を呈していた事実が一番面白かったです。はいということで、ご視聴ありがとうございました。はあ、ダメだ、 Google 翻訳映ったわ。